今回もごご視聴いいただきありがとうございます。今回は共生会設立後わずか2ヶ月後に起こる事件を紹介したいと思います。映画の区分的には完結編と被る部分もあるのですが当チャンネルでは第二次広島構想終結と山村打越引退を区切りにしたいと思います。再熱 平和公園敷地内の公会堂にて大々的に披露宴を開催した2ヶ月後の昭和39年8月当初は服部さんの期待に沿うよう8月6日の原爆記念日に組員300人が「共生会」の腕章をつけ更新したり社会奉仕活動にと「青年奉仕隊」を結成したりと政治結社としての平和的活動に尽力していましたが 一方で警察や世間的にはただのデモンストレーションに過ぎないと思われていました。実際、服部さんの思いとは裏腹に、強制会も行くまい岩とはいかず、いまだに恐喝、暴行など小さな事件ではありますが、新聞には政治結社ではなく暴力団、強制会の字が踊っているのでした。それには理由もあり、強制会は合議制による寄り合い団体。 山口組のようにカリスマに支えられている組織ではありません各組の不平不満に対してもトップダウンで意思決定が行われるわけではなく合議の上改善努力するよう努める程度にしか機能しませんでしたそんな中約1年ぶりに抗争が起こります8月31日午前0時40分頃パレスにも近い新天地公園内の屋台で山口秀組系会員の楠木富夫24歳 西本義則二十歳の漁師が飲んでいるときちょうど通りかかった内越会組員井上正三十四歳島田智夫二十二歳沖文雄二十二歳三頭に対し「大門つけて威張って歩くな大門が逆さになるように振り飛ばしちゃろうか」と絡んだのが発端で口論となりその場は収まったもののその後楠木さんらがタクシーでパレスに戻ってきたところを 待ち伏せていた3人にピストルで襲われます。これにより楠木さんはほぼ即死、西本さんは2ヶ月の重傷を負わされます。犯人3人のうち、井上さんと沖さんは同日中にピストルとともに逮捕されています。さらに翌日の9月1日午前0時20分頃、今度は呉にて事件が起こります。被害者は山村系井上派会員、越智富夫27歳さん。 今の呉れし中通り4丁目のスナック、シャネルにて飲んでいたところを、美濃組、増田、井上さん及び小原組幹部、藤井忠夫さんの3人に呼び出され、かつて存在した映画館三劇前の路上にて愛口に寄り刺され重傷を負います。落ちさんは元小原組員でしたが、37年1月に破門となり、38年に山村組側にてヤクザに復帰しており、このことが原因と思われますが、 3人は動機について黙秘したようですさらに1ヶ月後の10月3日午後4時50分頃また呉にて事件が起こりますしかも今回の被害者は強制会幹部でもある住吉達蔵組長でしたこの事件については新聞記事がありますのでご紹介します強制会の組長を射殺呉風呂帰り狙う対立構想か夕方の住宅街で呉3日夕方 買い物客など人通りの多い呉市内の住宅街の工事で、暴力団幹部がピストルで射殺された。広島県警と呉署は、暴力団の対立抗争による事件とみて捜査している。同日午後7時48分頃、呉市本通り15丁目で男の人が、ピストルで撃たれて倒れていると、通行人が呉署へ知らせた。同署で調べたところ、同市本通り15丁目、上田ドレメ学院正門付近路上で、 道市西四方町、強制会理事、住吉組、住吉達造組長、39歳が、付近の公衆浴場、衛生湯から帰宅中、背後からピストルで左背部と左後頭部の2箇所を撃たれ即死していた。犯人は背後から一発撃ち、倒れたところへさらに一発撃ち込んだ形跡があり、後頭部へ貫通した弾が致命傷だった。同所は上田どれ目学院東隣の民家の溝から。 玉一発を押収したが、石垣に当たって潰れており、光景は分からない。目撃者の話では犯人は年齢24、5歳、身長1メートル5 60、60センチ、なが中肉で頭髪は五分刈り、灰色地に濃い灰色の縦縞模様の背広上下を着ており、犯行後、電車通りに走って引き返し待っていた2人とタクシーで逃げたという。同署は特捜本部を設け、捜査を始めた。調べでは、 前日の2日午後5時半ごろ、ヤクザ風の若い男3人が乗用車で住吉組長宅付近を訪れ、住吉の家はどこかと近所の人に尋ねており、3人との関連を調べているが、同署では対立する暴力団員の計画的な犯行とみて、非常警戒し、犯人を探している。現場は同市本通り15丁目の市電停留所東側の、休み山に抜ける坂道。 道幅約2.5メートルの上り口から約30メートル住吉組長は同電停前からこの坂道を通って自宅に帰る途中背後から狙い撃ちされたらしく道路左側の石垣のそばに置いてあったバイクにくっつくようにして倒れていた死体のそばには血のりが飛び散り血に染まった草履濡れたタオルカミソリが散乱していた以上が中国新聞での記事の内容なのですが補足しますと。 書籍では住吉組長は山口秀弘さんの親分にあたる方で、日の上さんとは兄弟分、肌に森幸さんと仲がよく相談相手でもありました。山口さんの親分というのがよくわかりませんが、性格はお人よしで、のんびりや、今回の構想にも不参加のはずでしたが、そこにつけ込まれたのだと思います。結局、犯人はというと、小原組宮岡派。 荒岡スオ26歳さん他2名ということなのですがこの荒岡さんは現在85歳くらいだと思いますが貴重な現役の方ですそしてこの事件が第二次広島抗争の最後の事件となります残すは山村達夫打越信夫両親分の引退ということなのですがそちらを次回お話しして頂上作戦編 最終回とさせていただきます。気になる方は高評価、チャンネル登録もお願いします。